はい、今回もですね、昔自転車旅をした時に撮ったビデオと写真を使って動画を作っていきますよ。ご覧いただいているのは出発地点の写真でございます。朝早くからこの場所にたどり着いておりますよ。ポリシーを持って作っております。山梨市駅でございます。2013年7月25日から26日真夏の自転車旅、今日も山梨県からスタートしますよ。ここからバスに乗ってまた標高の高いところに行って、そこから自転車に乗りますよ。ご覧の風景を街も通っていきますよ。この駅からバスに乗るところでございます。甲府市の方にも行くし、市川三郷町にも今回も行きますね。身延町とかね、前々回旅した東島の駅まで行きますよ。ビデオの映像にご注意してくださいね。バスでたどり着いたところにやってきました。ご覧の風景のところも通っていきますからね。山あいの家が立ち並ぶところにやってきましたね。地図で紹介いたしましょう。この黄色いラインに沿って旅をしますよ。もうちょっとで甲府市に入るところについて、甲府市に入って、そして南の方に行って、そして最終的には身延町を通って、前々回旅した時に立ち寄った南部の東島駅までやっていきます。山梨駅からバスに乗って山の中に入ってきて、そこから自転車に乗って峠越えをします。峠越えをすると甲府市に入っていきますよ。信玄的な裏街道の雰囲気がするかのような、でも僕は歴史に詳しくないのでよく分かりません。ちょっといい天気とは言えないけれど、でもこの空気感、これはこれで美しいと僕は思うんですけどもね。うっすらと甲府盆地の街並みが見えるという、そういう映像になっております。峠を越えて坂道を下っていきます。空はだんだんと暮れかけていますかね。朝早くから旅に来たわけではなかったようですね。仕事をしてから来た可能性がありますね。池のようなお堀のようなところに亀が泳いでいましたよ。武田信玄と関係があるのでしょうか。ご覧のようなところも通って甲府駅の北の方ですね。こういった風景の中、車も多い街並みを通り抜けてですね、甲府駅の近くまでやってきました。おそらくここはね、竜王とかね、そんなような名前の駅のところにやってきましたね。この日の朝は仕事をしていて、それが終わってから旅が始まっ
たんですね。朝から旅をしたっていうわけではないんですね。あっという間に真っ暗になりましたね。この日はですね、ネットカフェに泊まったんですね。ネットカフェの写真でございますよ。ネットカフェに泊まったのは2回目かな。前回は御殿場でも泊まったかもしれませんね。で、次の日の朝でございますよ。幹線道路を進んでいきます。朝早くから出発いたします。前回の山梨県の旅で通らなかったところだけを通ってですね、この南甲府駅からですね、臨行しまして、そして自転車でまだ走ってないところに行って、そこからですね、前々回自転車旅をした東島の駅まで自転車で進むと。この駅から自転車に乗りますよ。南の方に向かいます。途中、身延町、身延町かな、そこを通っていきますね。田んぼの色が鮮やかですね。天気はあんまり良くないみたいですけども、でも、もやもやしたこの感じ、これはこれで美しいじゃないですか。セミだって鳴いております。真夏の旅でございますよ。静かに川も流れております。水が澄んでいますね。魚がいるのでしょうか。カメラではうまく撮ることができませんね。難しいですね。やっぱりカメラでね、川の魚を撮るというのは。ヘビですね。ヘビがいますよ、ここに。前回ぐらいの伊豆大島でもヘビに遭遇しましたが、ここにもヘビがいましたね。笛吹ラインという名前の道を通りましたね。朝の風景でございます。太陽が眩しいくらいに出てきましたね。富士川でしょうか。だいたい富士川と身延線に沿って南下していきますよ。建物がやや多めのところにやってきましたね。ちょっとした川を渡っていきます。他の役場にたどり着きましたね。そしてさらに自転車で進んでいきますよ。川に沿って進んでいきます。川の両側には山が連なっております。山のラインが美しいですね。いろんな種類の緑色があって、色鮮やかでございます。
みんな生きている、生き生きとした風景でございます。古びた橋もいいし、身延駅にやってきましたよ。さすが身延線の身延駅、新しくなってかっこよかったですね。ちょっと遠くに高くなったところから、おそらく身延駅前の方をさっき映しておりましたね。山の上の方に身延に関するお寺だとか神社だとか、そういうものがあると聞いたので撮ってみたんですけどもね。下の方に身延線のレールが見えますね。ちょっと高いところに登って進んでいきますよ。振り返っている景色になりますね。あの橋の右側の方に確か身延駅があった気がしますね。今から電車が通るのでしょうか。カメラで狙っております。僕は素人なので、こういう間もカットはいたしません。案件の YouTuber の人たちだけこういうところはカットしてうまく編集してください。身延線がゆっくりと手前の下の方に走っていきます。おそらくトンネルがあるのでしょう。川の幅も広いですね。また違う駅の近くにやってきましたね。田んぼの色が鮮やかで気持ちいい。水路に生き物が今いましたね。でもカメラで撮るのは難しい。また違う駅の近くにやってきましたよ。ワゴン車のバスのような独特の色がいいですね。身延線がまたここでも走っていきますね。緑色の夏風景の中、自転車も僕も進んでいきますよ。川の流れのようにですね、夏の川でございます。富士川でございます。山々の形もね、なんか迫力があっていいじゃないですか。遠くに来たなっていう思いさせますね。大きなタケノコのモニュメントみたいなのがありましたね。どこかの役場に来ましたよ。川の流れているところだけ真っ平らで、それ以外は山というね。多少蛇行しながらね、山々を泳ぎながら川を流れているという風景。東島という駅にたどり着きましたよ。前回ここまで電車で来て、静岡県の方に自転車で行った時に使った駅でございますね。特急電車が過ぎていきます。僕はお金がないので各駅停車に乗っていきますよ。はい、そんなこんなの旅でございました。この黄色いラインに沿って峠を越えをして甲府に入って、海市役所の近くを通って、そして昭和町のところを通って、次の日は臨港してですね、身延町を通ってずっと南に下って南部町までやってきましたよ。90日目になりました。239市町村旅をしておりますよ。
今までね、で今回は山梨県の旅でございました。今まで違うところも旅をしていたんですよ。この旅はですね、のの字を描きながらぐるっと回りながら旅をしております。もうすでに1周目から6周目は終わっております。今回は7周目、ご覧の通りに旅をしておりますよ。よろしくお願いいたします。噂の一晩、単なる一晩、噂の一晩、ケチャップおじさん。はい、自己紹介がてら昔書いたブログを紹介いたしましょう。気になった人は検索お願いいたしますね。はい、ここに写っているのが僕ですね。一体何をやっているんでしょうか。今日もわけのわかんないことを書いておりますね。そうですか。そうですか。錆びれた大きな駅、南甲府駅のね、この写真を見ながら書いた詩でございますよ。そしたら今日もこの辺でナレーション的にはさようならと。危なっかしい言葉が、危なっかしい言葉が、この世にあるので注意してくださいね。あんかけまーちゃん、あんかけまーちゃん、ぜひともあなたの学校の各生徒に徹底して伝えてくださいね。校長先生、各生徒にね。ちなみにここ 100% かかってます。あんかかってますよ。注意してくださいね。あさっぱらからすきっぱら、あさっぱらからすきっぱら、あさっぱらからすきっぱら、パラ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 すきっぱら。乾きもんのかっこいい言い方、僕ドラえもんです。 YouTube の中でゴールダッシュ、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 YouTube の中でゴールラッシュ、ゴールラッシュ、 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 YouTube の中でゴールラッシュ、ゴールラッシュ。